ご存知、橋本でございます。ちょっとボリューム大きくやってください。テンション低いですはい、ということで、今回ですね、ずっとシリーズでこうお送りいたしてました牧草なんですけども、しゃかり気になって運んだんです。頑張って運びました。頑張って丸きました。よし、明日は多分雨もさほど降らないからラップは明日かけようということで、寝たらとんでもねえ雨が降りましていや、とんでもねえね、なんかね、朝起きたらなんだこの水たまりとか思いながら、そっち側にね、まあ、そっち側のところにこう置いてた、草ですね、草、牧草の方ね、濡れてるやつびっしゃびしゃまあ濡れたって言っても完全水没とかではないんで、まあ1枚ペラ、1枚このね数センチこう1枚剥がせば乾いてる状態ではあるんですけども、まあね、思ったより降ったということで、まあ今回はね、その最後のラップかけということで、ご覧になっていただこうと思うんですけども、もう取る気なくしてすげえ雨だったしラップかけてる最中もめっちゃ雨で、もうとか思いながら、やきもきしながらやったんで、タイムラプスしかありませんので、そのひどいね作業の様子、まああとね、その牧草がどうなるかっていうのはちょっと未知数なんですけど、ご覧になっていただければと思います。早速行ってみよう。はい、ということでご覧いただきましたように、何個あったのかな、何個あったの、すげえあったんだよでもまあラップ、ね、無事ね、かけか、ラップの方かけ方終わりました。いやー、まずこれにて、牧草のその作業というのはひとまず終了と思いたいんですけども、実際装置にですね、この前挙げたよもぎ畑のね、このあいつらがいるんですよあれを今からまあその装置の片隅に片付けて、まあ、いろいろネット切ったりしないとダメでしょうね、まあ、環境的な配慮もすると。で、まあ、それを片付けようかなという作業が残ってるんですけども、まあ、ひとまずね、持ってきてどうこうするっていう作業は無事終了いたしました。
いや本当にね、来年も間に合うくらい、十分な量が取れてたんで、しかもそれから販売することもできましたんで、まあとりあえずね、なんだかんだもう作業に追われてはおりましたけども、一応できたかなという形になっております。はい、ということでね、今回、僕とのラップ作業ね、まさかの大雨に見舞われたラップ作業でございましたが、無事完了することができました。ということで最後までご視聴誠にありがとうございました。以上橋本でした。